皆さんは何のために学校で勉強しているでしょう。私の思う理由は、周りのみんなと一緒に生きる技術を学ぶためというものです。なぜそう言えるのか理由を説明しましょう。まず、学習には不安がつきものだからです。そもそも学習とは、やり方を知らないことに取り組むことです。だから誰にとっても学習は不安なことなんです。じゃあ、ここで学習の不安を感じる簡単な実験をしてみましょう。今から会場の何人かに当てます。私が指示した単語を素早く3つ答えてみてください。例えば、赤いものと言ったらリンゴ、夕日、赤信号のようにです。じゃあ、準備はいいですか。さんずいの漢字、はい、どうもありがとう。本当には当てません、安心してください。ただし、今感じたその漢字、それが学習の不安です。やり方を知らないことに取り組む際の不安です。次に、不安なことに取り組むことで人は発達するからです。今のあなたは過去から見た未来のあなたです。過去の自分にとって不安なことを乗り越えてきたからこそ、今の皆さんがいるのです。最後に、そこで重要なのが環境です。やり方を知らないこと、不安なことに取り組むには、安心して取り組める環境がとても重要です。そうした場作りのことを学習環境のデザインと私たちは呼んでいます。環境というのは自分一人では作れません。周りのみんなと作るものです。だからこそ、学習には周りのみんなと安心して学び合い、支え合う、そういう仲間が必要なのです。つまり、学校とは実は周りと学び合い、支え合う練習の場と言えるでしょう。さあ、結論です。学校とは自分一人だけで学ぶ、そのための場ではありません。私たちは社会に出る前に周りのみんなと一緒に生きる技術を学んでいると言えるのです。私たち教育心理学者は、より安心感のある場作りについて研究し、そしてそういう環境をデザインしようとしています。